Now, the very last presenter of the session is Reverend Yondam. The Reverend Yondam is born in Korea, and he got doctor degrees at the Dongguk University, Doctor of Administration, and also that he was the member of the North South Korea Exchange Cooperation Commission, and also that visiting professor at North Korea Graduate University. Right now, he is serving as the chief director of the Buddhist Broadcasting, and also that's the Advertising Council of Democratic and Peaceful Unification, as well as the president of Yonam University. The people were savored in the peninsula of Korea, and what kind of effort had been paid. I'm very curious to learn from Reverend Yonam and his speech entitled The Outcomes of Exchange Between the South and North Korean Buddhism for the Peace of the Korean Peninsula and Suggestions for the Religious Community. Ladies and gentlemen, Reverend Yonam. ご紹介に預かりましたヨンダムと申します。いくつか訂正をさせていただきたいと思います。まずプログラムを見ますと、私の肩書きとして大宗師となっています。韓国の大宗師は25人しかいません。私は大宗師ではありません。宗師です。宗師に改めてください。それからプロフィールを見ますと、東国大学で執行学博士となっていますけれども、私は行政学の博士号を取得いたしました。訂正をお願いします。また北韓大学院大学招聘教授を歴任したのではなくて、私は現職でございます。そして大学法人ではなくて学校法人ではあります。ヨンナム学院は学校法人であります。訂正をお願いします。そして韓半島の平和なくして世界平和はないと考えております。また地政学的にも韓半島、朝鮮半島は大変重要な位置にあります。そういった点で GPF における平和運動、また超宗教運動はとても意味がある有意義な運動であると考えております。文日本人会長をはじめとする関係者の皆様にそういった点から感謝を申し上げたいと思います。今日のお話は朝鮮半島の平和、韓半島平和のための南北仏教交流の成果と、そして宗教界への提言となります。このテーマでお話をしてみたいと思います。日本語の翻訳が出ているかと思いますが、長いのでかいつまんでお話をしていきたいと思います。まずは南北の間の仏教分野の交流の歴史についてです。3つ目の 段落を見ますと、南北の仏教の交流を時代的に分けていますので、ここをご覧ください。ではこのような歴史を持つ韓国の仏教界はこれまで何をしたのか。まずは宗教文化的な交流事業を行いました。2つ目は人材支援を行いました。そしてその他の点は、資料をご参照願いたいと思います。で次に宗教文化交流の現状について、ですけれども、重要なのは2000年の半ばくらいから、いわゆる民族文化のその間の断絶による異質感を仏教界は解消しようとしました。そして伝統文化を復元継承する上で大きな進展を成し遂げました。金剛山、金剛山の神経寺と、そしてケソンの四トンサ、四トンサ寺の復元事業を行いましたし、あとは丹精の塗り替え事業を行いましたし、あるいは海外に略奪された
るいは持ち出された文化財の返還事業なども行いました。これは非常に私ども仏教界が成し遂げた大きな文化事業であると言えます。特に97年以降はですね、お釈迦様の誕生日に際して、韓国では宗慶寺、朝慶寺、そして北朝鮮の平壌には広報寺、韓国寺というものがあります。共同で記念の法会を行いました。そして今年は政府と政府関係が今あまりよくありません。そこで朝鮮仏教徒連盟、北の朝鮮仏教徒連盟が韓国政府とはもう関係関わりたくないということでしたので、今年は共同の公演、そして発願の発表もできませんでした。そして総研修の仏教事業の交流、仏教交流の現状については資料をご参照ください。では3つ目、人道支援の現状についてですけれども、これも資料をご参照ください。次に4つ目です。宗教界に寄せる提言、これについてお話をしてみたいと思います。日本語の資料を読ませていただきたいと思います。まず南の宗教家たちが北朝鮮への人道支援に対してどのように思っているのかについて紹介したいと思います。去年の4月12日、南の宗教界の指導者が一堂に会しました。そこで北朝鮮への人道支援を再開すべきだとアピールする声明を発表しました。その声明文に、韓国の南の宗教人たちの立場を反映していますので、それを紹介してみたいと思います。我々宗教人たちは国民の一人として韓国政府の立場を十分理解する。しかし命を救うことはこの世の中で何よりも尊いということである。人類の良心に照らし当然の義務でもある。したがって餓死の危機に瀕している北朝鮮の同胞に人道的立場から食料支援を行うことを促したい。また北朝鮮の住民は我々とは血を分けた同胞である。彼らの命を救うことはいかなる政治的理由よりも優先されなくてはならない。北朝鮮に食料支援を行うことは北の住民の命を救うことであり、また同時に朝鮮半島、韓半島の和解と平和を定着させることである。また民族の統一を早めるべきでもある。食料支援を通じて北朝鮮の住民の心をつかむことは統一を準備する第一歩になると考えるということです。このアピール文の中にもありましたけれども、南の宗教家たちにとって命を救うことは何にも勝る重要な責務であります。そして南の宗教家たちは北の住民を飢えと、そして寒さから救うことが彼らの心を開かせる鍵になると信じております。2011年、北朝鮮の食糧難は1990年代の半ばのいわゆる数百万人が餓死した苦難の行軍の時期よりもひどいと言われました。苦難の超強行軍の時期と言われたほどです。その状況は去年11月25日に発表された WFT 世界食糧計画と、そして FAO 食糧認定機関、この調査報告書にもよく表れています。この調査は去年10月の初めに北朝鮮の9つの道、そして29の郡で10日間にわたって行われました。この報告書によりますと、
北朝鮮の2011年の食料生産量は、いわゆる精米する前のものが、550万トン、そして精米済みのものとして466万トン。ということで、その前の年に比べて、生産量は 8.5% の増加ということが予想されたと。しかし、それでも必要な量には、74万トンも満たないと、足りないということだと。そして北朝鮮政府が32万5千トンを輸入するとしても、依然42万トンは足りないままであると。したがって、およそ300万人分の食料支援が必要な状況であるという内容であります。特に、子どもたちの栄養失調が懸念されるとなっています。またこの報告書では2011年の5ヶ月の間、公式の配給は1日あたりの1日の要求量の3分の1に過ぎなかったと。すなわち1日 200g しか配給が行われなかったと発表されています。私が北朝鮮の食糧難で特に注目していること、それは北朝鮮の人口の4分の1に当たる610万人に当たる、いわゆる脆弱な弱者であってあります。この弱者たちは、例えば5歳未満の乳幼児、あるいは幼稚園生、そして小学生、中学生、妊婦、授乳婦、そして一人暮らしの高齢者、そして扶養家族の多い家族、あるいは介護を必要とする患者、そして障害者などを指します。畑仕事やあるいは商業活動を通じて何とか食べていける、つまり食料を調達できる一般の人たちと比べますと、今申し上げました弱者たちは配給に頼る以外道がない状態であります。したがって食糧難の影響をストレートに受ける、そういう人たちであると言えます。そしてこれ、彼らの問題が非常に深刻なのは、この弱者の400万人は食料供給が最も逼迫している北朝鮮北東部に住んでいるということであります。このような北朝鮮の弱者に対する支援が喫緊なる課題だと思います。私は我々宗教界がこれら弱者に対する支援を特化していく必要があると考えています。宗教は体制とイデオロギー、そして党派の理解を超えた自由な立場にあります。宗教はいわゆる第一義的、宗教の第一義的な社会的責務は目標となり塩となることであります。平和と正義、そして人道主義は全ての宗教が追求する絶対価値であります。そして社会団体はすでに様々な社会福祉事業、そしてボランティア活動に関するたくさんの経験を持っており、したがってノウハウも積み上げてきております。またその一つの事業の持続性を担保できる安定的な財政基盤、あるいは運営のシステムも持っています。ただこの北朝鮮の弱者に対する人道支援を行うにあたっては、3つの原則が守られる必要があると考えております。第1は、北朝鮮の核問題と、そして人道支援の問題、これは徹底して分けて考える必要があるということであります。2つ目は、宗教の拡大と改革開放への誘導といった意図があってはならないということであります。第3は、成果中心の短期的事業ではなくて、持続性が保障される事業でなくてはならないということであります。この3点、この3つの原則が守られなければ北朝鮮への人道支援は行うことができないということであります。去年の5月、南側韓国におきましては、宗教界
統一の準備をどうすべきかというテーマでセミナーが開かれました。このセミナーの席上、韓国側の初代人権大使を歴任したパク・キョンソ理科女子大学の主任教授は、以下のように申し上げておりました。おっしゃいました。宗教だけがコミュニケーション疎通の突破口となりうるということであります。宗教人が対立する当事者の間に堂々と立ちはだかって、そして現実に振り回されたり立ち止まったりすることなく、それを乗り越える、ビヨンドする知恵と勇気を発揮する、いわゆるビトゥイン&ビヨンドの考え方を推奨したいということであります。朝鮮半島の真の平和を願う宗教人であるならば、誰でもビトゥイン&ビヨンドの考えを持って、この閉塞状況を打開するのに貢献してほしいと願っています。特に超宗教的な運動を展開している GPF の活動の中で、今年8月に統一に関連する非常に大規模なイベントが予定されていると聞いております。成功を祈りいたします。それからまだ5分残っておりますので、もう少しお話をしますけれども、中国では韓中日世界仏教フォーラムが開催されています。今年で第3回ということで香港で開催されました。そこで私発表したのですけれども、その場でいくつか提言を行いました。たくさん集まって発表をする、発表にとどめることでは実際に何の役にも立たないと、宣言としての意味を持つだけだということであります。本当に実際にこの韓国、中国、日本3国に必要なものは何なのか、そしてそれを実践しなくてはいけないと思います。申し上げました。中国で必要なこと、それはモンゴルから吹き荒れてくる黄砂でございます。この黄砂は朝鮮半島だけでなく日本にまで及んでいます。したがってモンゴルの砂漠化を防止できるような一つの方法として、この三国の仏教徒が植樹運動、木を植える運動を展開しようではないかと訴えました。では日本で必要なのは何なのか。日本では震災が起きました。昨日もある方とお会いしていましたけれども、大きな地震が起きありました。震度3の地震が昨日も東京で起きました。津波が当時は震度だったと聞きます。マグニチュード9だったと聞きます。しかし、昨日私は地震を初めて経験しました。揺れまして、何なんだろうと思ったんですね。あれが地震だというふうに聞いてびっくりしました。This is my first experience. 地震は日本にとって大きな問題です。では例えば日本の地震という問題について、我々三国はどうこれを防ぐことができるのかということであります。もちろん自然災害ですので、完全にこれをシャットアウトすることは難しいですけれども、努力をする必要があると思います。そして3つ目です。この朝鮮半島では何が必要なのか。安定でございます。朝鮮半島の安定なくして世界の平和もありません。では朝鮮半島を安定させるために必要なものは何なのか。統一であります。統一のために中国、日本、ロシア、アメリカ、統一はこれらの国々にどのようなメリットを与えるのか。共に努力をして朝鮮半島の統一に向けて努力をしようではないかという提言を行いました。モンゴルの植樹運動、これは今年もしくは来年実現すると思われます。ですから今日のこの会合も宣言にとどまるよりは、やはり今年8月のこのイベントのようにですね、みんなが集まって何か実行に向けて、あるいは実践に向けて動く、宗教を超えた一つの具体的な方策になりうるというふうに思います。では以上で発表を終えたいと思います。ありがとうございました。今日もありがとうございました。
Thank you very much indeed. 朝鮮半島の平和統一に向けた宗教との役割について語っていただきました。どうもありがとうございました。4番の創始にもう一度大きな拍手を送り出しましょう。Very interesting and also the stimulating remarks and challenges and also that proposal made by the Reverend Yondam. And also I'd like to apologize for and also that make correction.